ね。うんちしてますね。カンガルーもコロコロうんちします。なんで大人の今ビクトリーくんがしたうんちここにあるんですけど、結構大きいですよね。なんですけど、ちっちゃい子がうんちすると、子供とかがうんちするともっとちっちゃなうんちになります。なんで結構体の大きさに比例したうんちになりますね。そうですね、ごめんなさい、今日は白いカンガルールビーくんはお休みしてますね。どうやって食べてるかなってよく見てあげてください。この子が袋の中に子供を入れてるんで、お腹がポコッと下がってますね。カンガルーは女の子だけお腹に袋があります。育児のというんですけど、赤ちゃんを育てる袋です。でお腹の袋の中におっぱいがあるんですね。なのでカンガルーはすごくちっちゃな赤ちゃんなんですが、そのちっちゃな赤ちゃんをお腹の袋でちょっとずつ育てていきますね。カンガルーの赤ちゃんはカンガルーの赤ちゃん生まれた時の大きさはよく1円玉ぐらいって言われますね。1グラムから2グラムぐらいです。カンガルーさん、さっきまでね、子供が顔出したんですけど、奥の方で